どうも、大輝です。今日はですね、こちら開封していきたいと思います。ベイブレル X ランダムブースターボリューム3、こちら13個購入してきましたので、こちら開封したいと思います。ただ開けるだけでは面白くありませんので、6店舗で購入してきたこの13個、果たして何店舗目でコンプリートできるか挑戦してみたいと思います。では早速開封していきたいと思います。はい、ではまずはビッグカメラさんで購入してきました。こちら開封します。あ、記念すべき一つ目は何が出るでしょうか。お、緑。緑のキットですね。あまり緑はみんな出てないけど、黄色のフレッグ、黄色のレイヤー、ラジェットだっけ。黄色のラジェット、あんま緑見てたことない。いやー、あ、これあんまり動画では見たことないですね。一回だけあるのかな。いや、これもしかして期待通りのやつで嬉しいな。いきます。まず一つ目はこちら。おー、ティラノビートですね。ティラノビートの緑の方です。いや、やった、幸先いいですね。ちょっとこれ赤やったら嬉しかったんですけどね。まずは一つ目は緑色のティラノビート。ではさ、今日は青はもう何回も開けてるから、なんか差し支えるヘルズチェーンかな。このカラーめっちゃ綺麗なんですけどね。チェックイット、はい、予想通りヘルズチェーンでした。こちら行きましょう。こちらトイザラスの A 店さんですね。では早速開けていきます。さあ、何が出るかな。2種類コンプなんで、あと4種類です。4種類ですら、緑。あれ、ちょっと待って、これまた、いや、そんなわけないか。いや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 、見た、これは見たぞ。せーの、まずトイザラス A 店さんでは、おお、マジでか。はい、ティラノビート1個目こちらです。いや、めちゃくちゃ嬉しいんですけど、企画的にはあれですからね、全種コンプリートを何個目できるかってことなんで。いや、マジでか。嬉しいけど、はい、次2つ目いきますね。まさかのティラノビート連発か。果たして次は何が出るかな。とりあえず4種類出てくるからいいんですけど。いや、でもまあ個人的には当たってるのが嬉しいんですけど、ティラノビートちょっとめちゃくちゃ好きなんで。はい、行きます。おっ、オレンジ、黄色、これはあれかな、ドラッグソードとか違うかな。
います。よっしゃ来た、ドランダガーですね、ドランダガー、よし、はい。というわけでトイザラス A.3 ではティラノビートとドランダガー、こちら20ゲットしました。続きましては山田電機さんで購入してきたこちら開けていきます。これは、はい、お、シャークエッジ、イーベイ来ましたね。シャークエッジ、まず一つ目シャークエッジ。さあ、これで4種類ですね、4種類出てきてるんですね。あとはライノホーンとティラノビートとレアバージョンですね、こちらが出てくれたらコンプリートですね。が現在4種類コンプリートしておりますので、残り2種類他の店舗さんで購入してきたやつを分けてコンプリートしたいと思います。はい、では続きましてイオンさんですね。イオンさんで購入してきました1つ、こちら、では行きます。お、水色か、赤あ、マジで来たかも。え、マジ来たこれ。いや、まだ分からんぞ。いやこれはもう確定でいいですよね。来たんじゃない、よいしょ、おー来たー、ティナルビート、レアバージョンですこれ。やったー、今回の動画の目的はこのティラノビートを開封して当てるっていうところもあるんで、やった、目的を果たしてできた。イオンさんありがとうございます。やったね、ティラノビートゲット。はい、イオンさんに購入してきた、1つティラノビートでございました。やった、これめちゃくちゃ神引きしてるんじゃないですかねこれ。はい、続きましてこちら、ジョシンさんで購入してきました。この2つ開けます。あとはライノホーンとか、ライノホーンが当たったらミッションコンプリートなんですけど、ライノホーンが当たったら同じテンポで買ったりするとなんかあの引きやすそうなんですけどね、こういう時に限ってなかなか経験ですよね。で、この光景はなんか見たことあるぞ、さっき。レンちゃん？マジで？いや、嬉しい、これ嬉しいぞ。これイオンさんのところで見たことあるな、イオンさんのやつ開けるときに。マジでかー、すげー。いや、マジで嬉しい。いや、まあ、めちゃくちゃ嬉しいけど、今日の企画とはちょっと違うんですよね、本当に。企画はもう、あとは、ライノホーン、ゲットして終わるって感じなんで、いや、でも嬉しいぞ。嬉しいぞ。ありがとうございます。さあ、行きましょう、次のやつ。はい。いや、これでフィニッシュでしょ、もう。いや、でも赤いらないよな。
前の本はね、本当に何個も持ってて開封してますから、職場のね、まあ、お友達っていうんですかね、同僚っていうんですかね、同僚だったり、そのお子さんにもちょっと当たりすぎたものはちょっとよかったら売りませんかって言って、やりとかしてはるんでね、子供たちもおやじにさせていただいてるんですけども、いや、そんぐらいあの台の本すんごい出てる感じなんですよね、僕の動画では。で、こういう企画になったら台の本さん出てこないという、なんですかね、もう待って、これも何回も見たぞちょっと待って、台の本さんどこ行った、マジで嘘やろ、ティラミート、はい、レアじゃないバージョンの緑ですね。いや嬉しいけど、こんなに来るとは思わなかったけど、今日はあのいつもやったらめちゃくちゃ求めてるものが来てくれて嬉しいんですけど、今日は求めてないな、ここまで LINE の本を求めてるんで、マジでか、いや嬉しいけど LINE の本を求めてるんですけどねはい、というわけでね、ジョーシンさんでは、2つ購入してティラノビート2個出てきました。今のところあれか、うん、結果としてはこんな形ですね。いつもよく出てきてくれて、あのうんざりしているライノホーンさんが出てこないんで、残りこれ4つか、4つ開けて出てくるかな。ちょっと今日の流れだとなんかライノホーンが出てこない可能性が、今日のこの流れだとライノホーン出てこない可能性があります。ライノホーン狙って開けていきましょう。はい、ではでは続きまして、こちら山田電機さんのね、台の本いつもやったら1個に出てくるんでね、すぐに。今日はあれか、あの休みかな、台の本いいかな、出てくるやろ、さすがにこんなに出てこないことなんてありえないんで。そう、台の本とヘルズチェーンとシャークエッジはよく出てくるんでね、この僕のこの動画ではもう常連みたいなもんですよ、レギュラーが、レギュラーなんでね、さすがに出てくるはずですね。もう出てくる、もう出てくる、出てこないことありえないですから、うん、オレンジか、紫が来たら OK なんですけど、まず1個目がこれですね、ドランダガーですね。はい、2つ目いきます。あれか、やばいな、出てきたね今はいドランダが2個ですね。いや、まさか、はい、というわけで開封結果こういう形となりました。では最後の2ついきたいと思います。もうさすがにこれで出てきますよ、出てきます、出てきます、絶対きます。そんなに出てきないことないからね、もう。もう、台の本、いつも出てきてくれてくるはずなんですけど。はい。開けていきます。でも、まあ、主役は遅れてくるもんないから、うん、きっと来るはずです。はい。というわけで、こちら、開封したいと思います。こちら、オンラインショップの方で購入しました。カメラのオンラインショップさんですね。はい、開けていきます。やばっぱり来てくれたか、来るやろと思ってたは
い、来ました、やっぱり来た、アイダホン揃いました。というわけで、合計13個購入して全種コンプリートできたのは、12個目ということになりました。はい、残り1個ですね、これ余りました。一応もう6種コンプリートしたらもう開けないって決めてたので、こちらですね、プレゼント企画に使わせていただきたいと思います。もし欲しいって方いらっしゃいましたら、コメント欄ですねに、コメントをしてくださったらちょっと嬉しいです。ちょっとほんまに、まあ、このランダムブースターボリューム3ですけども、再販来てまして、別にそこまで需要高くはないかなと思うんですけども、ちょっと欲しい方いらっしゃるのであれば、ちょっとコメントして教えていただけたらなと思います。もし多かった場合、ちょっとこれプレゼント企画で使わせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、今日の動画はですね、各店舗でランダムブースターボリューム3を合計13個購入して何個目で全種コンプリートできるかという検証でした。はい、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いいたします。